海と日本。人と海とのつながりを深めるいろんな取り組みをご紹介している海と日本プロジェクト in 宮崎。26回目は川南町で活躍する地域おこし協力隊です。町の情報発信や新たな視点での町おこしが期待される地域おこし協力隊。川南町では先月2人の隊員が採用されました。大阪府出身の岡裕二さん42歳と山口県出身の正岡康さん52歳。現在2人は直売所通り浜での販売や商品開発に携わっています。岡さんは元ドラッグストアの営業マン、正岡さんも機械工具商社の営業担当という別業種からの転身ですが、趣味や仕事が縁で川南への移住を決意しました。毎日こう魚と格闘して傷だらけになってるのがやってしまったかな、まあ、こんなところとか結構うまくできるようになったと思う。ここ2週間で割と骨に身が残らなく取れるようにはなりました。地域おこし協力隊の任期は最長3年。任期終了後も地域で活躍してもらうことが目標です。売り上げが上がってお客さんが来るということが最終的に僕の地域おこしのゴールになるかなと思ってますので、それに向かってやっていきたいなと思ってます。この地でずっと生活できる形が夢でありますね。そういうことがしっかりこの3年間で基礎が築けたらいいなというふうに考えています。